ピエール・ブルデューは、フランスの社会学者、哲学者。コレージュとフランス名誉教授。哲学から、文学理論、社会学、人類学まで、研究分野は幅広い。著書、ディスタンクシオンが有名。文化資本、社会関係資本、象徴資本の用語や、ハビトゥス、社会、象徴的暴力などの概念で知られる。 教育社会学、社会学理論、美学の社会学に対するブルデューの主要な貢献は、いくつかの関連する学問分野、大衆文化、芸術などに広く影響を与えている。彼の学問的キャリアの中で、彼は主に、パリの社会科学高等研究学校とコレージュド、フランスに所属していた。ブルデューの研究は、社会における権力の力学、 特に権力が世代内や世代を超えて異常され、社会秩序が維持される多様で微妙な方法に主に関心を寄せていた。西洋哲学の多くの理想主義的な伝統と意識的に対立する中で、彼の作品はしばしば社会生活の身体的な性質を強調し、社会のダイナミクスにおける実践と具現化の役割を強調していた。マルティン・ハイデガー。 ルートビヒ・ウィトゲンシュタイン、モーリス・メルロー・ポンティ、エドモンド・フッサール、ジョルジュ・カング・イルヘム、カール・マルクス、ガストン・バチェラール、マックス・ウェーバー、エミール・デュルハイム、クロード・レヴィストロース、エルヴィン・パノフスキー、マルセル・モースなどの理論に基づいている。彼の研究は、新しい調査の枠組みと方法を開拓し、資本の文化的、社会的、象徴的な形態、 文化的再生産、ハビトゥス、情や場所、象徴的な暴力などの影響力のある概念を導入した。ブルデューに影響を与えた、もう一人の注目すべき人物は、ブレイズ・パスカルであり、ブルデューはこのパスカルにちなんで、パスカリアン・メディテーションと題した。ブルデューは、多数の著書の著作者であり、何百もの論文と三十冊もの本を発表したが、そのほとんどは、 現在英語で出版されている。彼の最もよく知られた本はディスタンクシオンである。味覚の判断の社会的批判では味覚の判断が社会的地位と関連している。言い換えるならばそれ自体が社会的地位の行為であると主張している。その主張は社会理論と定量的な調査や写真、インタビューなどのデータを独自に組み合わせて 客観的な構造の中で対象をどう理解するかなどの困難さを和解させようとするもので、その過程でブルデューは社会的な立場との関係性、より正確にはそれ自体が社会的な位置づけの行為であると主張している。その過程でブルデューは外部の社会構造と個人に対する主観的経験の両方の影響を和解させようとしている愛。 ピエール・ブルデューの作品は、現代のポスト工業化社会は、機械の平等と高い社会的流動性を誇り、それは、世紀の教育によって達成されているという神話があるにもかかわらず、社会階級、特に支配階級と知的階級が世代を超えて、社会的特権を維持していることを強調している。ブルデューは、ハビトゥスの概念を中心とした行動論を展開し、 社会科学に大きな影響を与えた。この理論は社会的エージェントが自分たちが住む社会世界の構造に適応した戦略を展開していることを示そうとしている。これらの戦略は無意識的であり身体的な論理のレベルで作用する。ブルデューの視点では現代生活の比較的自律的な分野は最終的にはエージェントが 日常的な実践に従事する社会関係の特定の複合体を生み出している。この実践を通じて彼らはその場での自分の立場によって条件付けられた社会的行動のためのある種の気質を育む、4。この気質は社会世界の中で活動している他の分野との関わりを通じて個人が育む他のあらゆる気質と組み合わされ最終的には 気質のシステム、すなわちハビトゥスを構成するようになる。ハビトゥスは、社会化のような既存の社会学的概念を、幾分想起させるが、いくつかの重要な点で、より古典的な概念とは異なる。最も注目すべき点は、ハビトゥスの中心的な側面は、その具現化である。内部構造は具現化され、より深く、実用的で、しばしば反射的な方法で機能する。 例示的な例としては、体育の多くの分野で培われている筋肉の記憶があるかもしれません。複雑な幾何学的な軌道は計算されたものではなく、知的なプロセスではありません。学習が必要な技術ではあるが、それは精神的なプロセスというよりも物理的なものであり、物理的に行わなければ学習できないものである。その意味で、この概念は、 アンソニー・ギデンズの実践的意識の概念と共通点がある。ハビトゥスの概念は、マルセル・モースの身体技法とヘキシスの概念や、エルビン・パノフスキーの直感の概念に触発されたものである。ハビトゥスという言葉自体は、アリストテレスのヘキシスの概念に現れた概念の再加工として、マウスや、ノルベルト・エリアス、マックス・ウェーバー、エドマンド・フッサール、 アルフレッド・シュッツの作品に見られるが、これはトマス・アクイナスのラテン語訳によって、ハビトゥスとなる。ブルデューの仕事における重要な概念である、ディスポジションはゲームの感覚として定義することが可能である。フィールドや社会秩序の一般的な理解、実用的な感覚、実用的な理由、意見、好み、声のトーン、典型的な体の動きや、作法などを生み出す。 部分的には合理的であるが、部分的には直感的な理解である。従って、ハビトゥスを構成する諸条件は、社会世界に対する条件付きの反応であり、それが、ひねり出した意見のように、自然発生的に生じるように染みついているのである。個人によって開発されたハビトゥスは、社会空間における彼の位置を典型化することになる。そうすることで、 社会的主体はしばしば支配の社会的形態や各分野の共通の意見を自明のものとして認め、正当化し、再生産し、良心と実践から他の可能な生産手段や力関係の認識さえも曇らせてしまう。決定論的ではないが、ハビトゥスの主観的な構造の植え付けは、例えば統計データを通して観察することができ、一方で、 社会世界の客観的な構造との選択的な神話性は時間を通じた社会秩序の連続性を説明している。個人のハビトスはその人の人生を通じて社会世界との複数の関わりが常に混在しており、社会的な場は個人の働きかけによって実践されているため、いかなる社会的な場や秩序も完全に安定したものにはなり得ないのである。 つまり、個人の素因と社会構造との関係が常識的に考えられているよりも、はるかに強いのであれば、それは完全に一致するものではない。彼の実証結果の例としては、芸術の選択は一見自由であるにもかかわらず、人々の芸術的思考が社会的地位と強く結びついていること、文化資本の一部であるアクセント、文法、スペル、 スタイルなどの言語の微妙な違いが社会的移動の主要な要因であることなどが挙げられる。社会学者はしばしば社会法則かあるいはそれらの法則が内接する個人の心のどちらかに注目する。社会学的な議論は前者が社会学の主要な関心事であるべきだと主張するものと後者についても同じことを主張するものとの間で激しさを増してきた。 ブルデューが代わりにディポジションの考察を求めたとき、彼は社会学への非常に微妙な介入を行っており、社会法則と個人の心が出会う中間地点を主張し、社会学的分析の適切な対象はこの中間地点、すなわちディスポジションであるべきだと主張している。ブルデューによれば、エージェントは明示的な合理的、経済的基準に従って継続的に、 計算するのではない。むしろ、社会的エージェントは、暗黙の実践的な論理、すなわち実践的な感覚と、身体的な気質に基づいて活動している。ブルデューは、社会関係と変化の分析を自発的な代理点に限定するのではなく、あるいは構造的関係としての階級の観点から、厳密に分析するのではなく、代理点と構造の架け橋となる。 場という概念を用いている。フィールドとは、人々が望ましい資源を求めて行動し、闘争する、歴史的な、非品質な社会的、空間的な場である。より簡単に言えば、フィールドとは、エージェントとその社会的地位が配置されている、あらゆる設定を指す。したがって、フィールドにおける、各特定のエージェントの位置は、フィールドの特定のルール、エージェントのハビトゥス、 エージェントの資本の間の相互作用の結果である。ブルデューにとって社会活動の違いは特定の資本を中心とした競争が行われる様々な比較的自立的な社会的空間を生み出した。これらの分野は通常は経済力が支配している階層的な基盤の上で扱われ、 分野の力学は分野内での支配的地位を占めようとする社会的行為者の闘争から生じる。ブルデューはマルクスのような対立理論の主要な要素を包含している。社会的闘争は社会階級間の経済的対立のもとに階層的に入れ子にされたフィールドの中でも発生する。それぞれの社会的分野で起こる紛争は それらの分野から生じる特定の特徴を持ち、経済的ではない多くの社会的関係を伴うものである。ソーシャルエージェントはゲームに対する感覚に基づいて行動し、感覚とは大まかには、ハビトゥス、ゲームとはフィールドを指す。ブルデューの文化生産に関する最も重要な著作は2冊の本にある。文化生産の場と芸術のルールである。ブルデューは、 ハビトゥス、資本、情という、彼自身の特徴的な理論的語彙を用いて、文化生産の理論を構築している。デイビッド・ヘズモンド・ハルグは次のように書いている。文化的生産ということで、ブルデューは古典的社会学の伝統に沿って、科学、法律、宗教、そして芸術、文学、音楽などの表現的な美的活動を含む、 非常に広範な文化の理解を意図している。しかし、文化的生産に関する彼の研究は、文化的生産の二つのタイプの分野、またはサブ分野、すなわち文学と芸術に圧倒的に焦点を当てている。ブルデューによれば、文化財の価値の生産を厳密に科学する上での主要な障害は、芸術や文学などの文化分野の研究に容易に見られる。 創造のカリスマ的イデオロギーにあるという。ブルデューの見解では、カリスマ的イデオロギーは、視線を見かけ上の生産者に向けてしまい、誰が、この、創造者を創造したのか、また、創造者に与えられた変容という魔法の力を問う、ことを妨げてしまう。ブルデューにとって、社会学的に情報を得た、芸術家の見方は、次のようなことを記述しなければならない。 生産の場との関係、消費の場との関係に対する彼らの態度である。さらに、例えば文学作品は、作者の人生と信念の産物として、あるいは、作者の意図に一切言及せずに、適切に分析されないことがある。要するに、作品の主題とは、ポストとの関係にあるハビトゥス、つまり、ある分野の中での地位である。 ブルデューによれば文化的革命は常に現場に刻まれた位置に存在する可能性に依存しているという。ブルデューにとってハビトゥスは人間科学の顕著な反知性、すなわち客観主義と主観主義を解決するために不可欠なものであった。上述したようにブルデューはハビトゥスと場の方法論的。 理論的概念を用いて社会科学の顕著な客観的主観的反知性から認識論的に脱却したのである。ブルデューは社会現象学と構造主義を効果的に融合させようとしたのである。そのためにハビトゥスと場が提案されている。個々の主体はそれが遭遇する客観的な条件に応じてこれらの機質を発展させる。このようにしてブルデューは 客観的な社会構造がエージェントの主観的な精神的経験の中に植え付けられることを理論化している。客観的な社会的場はその場の参加者にいわば場の中でのメンバーシップのための要件を課しているからである。そうすることで客観的な社会構造が個人的な認知的、身体的態度の集合に吸収されエージェントの主観的な行動構造が 社会的場の客観的な構造と現存する必要性に見合ったものとなることで二重性の関係が生じる。読者は特定のフィールド内のエージェントの行動と思考を通知する自明の普遍的なものとして取られた学習された基本的な深く根付いた無意識の信念及び価値を指す。読者は その場の特定の社会的配置を有利にする傾向があり、従って支配的なものを優遇し、自明で普遍的に有利なものとして支配的な立場を取る。従って、ハビトゥスを構成する理解と知覚のカテゴリーは、場の客観的な組織と一致して、場の構造そのものを再現する傾向がある。無害状態とは、客観的な外部構造と、 主観的な内部構造との間の調和によって特徴づけられた状態と考えることができる。二重障害状態では、社会世界は自然であり、当たり前のことであり、常識的でさえあると認識される。ブルデューは、このように、ハビトゥスは、社会生活を構成する観光を生成し、規制する上で、中心的な存在であるため、 社会的再生産に寄与する重要な要因であると考えている。個人は条件によって可能になるものを欲しがるようになり手に入らないものを欲しがるのではなくなる。個人が生活している条件はこれらの条件に適合しある意味ではその要求に事前に適応しています。したがって最もあり得ない行為は必然性を美徳とすること、つまり 断定的に否定されているものを拒否し、必然的なものを選択するようにエージェントを傾ける、一種の命令への即時服従によって、考えられないものとして排除される。個人の社会の中では、些細なことでも壮大なことでも、意思決定の一定のパフォーマンスが、好みや、中性心、点やベクトルの観察可能な範囲を形成している。この空間的メタファーは、 社会学者によって分析され、図式化された形で具現化される。これらが社会的な場である。ブルデューにとって、ハビトゥスと場は互いに関連してのみ存在することができる。フィールドはそこに参加する様々な社会的主体によって構成されているが、ハビトゥスは実質的にはフィールドの客観的な構造が主体の行動や思考の主観的な構造に 天地されていることを表している。ハビトゥスと場の関係は二重である。第一に、場は、社会的エージェントが、場を構成し、場に意味を吹き込むために必要とされる。その場を構成するために必要とされる。ディポジションと一連の知覚スキーマタを保有している。限りにおいてのみ、存在する。それと同時に、場に参加することで、 場を構成するための適切なノウハウをハビトゥスに組み込む。ハビトゥスは場の構造を顕在化し、場はハビトゥスと実践の間を媒介する。ブルデューはハビトゥスとフィールドの概念を用いて主観と客観の間の分断を取り除こうとしている。ブルデューはいかなる研究も二つの分で構成されなければならないと主張している。最初の文は 社会空間と場の構造の関係を見る客観的な研究の段階であり、一方、二番目の文は、社会的エージェントが場に居住していることから生じる、社会的エージェントの行動傾向と、彼らの知覚と理解のカテゴリーについての主観的な分析でなければならない。ブルデューは、適切な研究は、このようにして、この二つを一緒にしないで行うことはできないと、論じている。 ブルデューは、一定の必要な歴史的条件が満たされた、場合にのみ、超越的な客観性が存在すると主張している。科学的な場とは、まさにそのような場で客観性を獲得できる場である。ブルデューの理想的な科学的場とは、参加者に客観性への関心や投資を与える場である。さらに、この理想的な科学的場とは、その場の自律性の度合いが高まり、 それに伴って入場量が厳しさを増していく場である。科学分野では理論やデータの厳密な主観的な精査が必要とされる6しかし科学分野の自立性を当然のこととすることはできない。ブルデューの理論の重要な部分は科学分野の歴史的発展がそのように記述され客観的な仕事を生み出すには十分に自律的であり。 継続的な再生産を必要とする成果であるということである。セブン。ブルデューは科学の分野が自律性を失い、その結果客観的な仕事の生産者としての定義的な特性を失い、劣化していく可能性を否定していない。このようにして超越的な客観性の生産のための可能性の条件が生じては消えていく可能性がある。と。 ブルデューは反射的社会学の重要性を主張しているが、その中で社会学者は常に自分の立場や内在化した一連の構造の影響、そしてそれらが自分の客観性をどのように歪めたり偏見を与えたりする可能性があるかに意識的に注意を払って研究を進めなければならない。ブルデューによれば社会学者は社会学の社会学に従事し、 無意識のうちに観察対象に対象の特徴を帰属させないようにしなければならない。社会学者は長い間の社会的、制度的な訓練を通じて学んだ自分自身の修正、自分自身の成功を継続的に反省しながら一つの目で研究を行うべきである。このような継続的な警戒心を保つことによってのみ社会学者は自分の仕事の中に 自分のバイアスを取り込んでいることに気づくことができるのである。反射性はそれゆえに科学的認識論における追加的な段階のようなものである。科学者が通常の段階を経るだけでは十分ではない。このプロセスの良い例としてブルデューは学者が学生の作品を厳格に学派的な言語登録に照らし合わせて判断し、 洗練されたように見える学生を優遇し、下凡の罪を犯した学生に印をつけることを非難している。このような主観的な用語に隠れて展開されている世俗主義を反射的に分析しなければ、学者は無意識のうちにある程度の階級的偏見を再現し、高い言語的資本を持つ学生を優遇し、それを書いた学生を引き止めることになるだろう。反射性は、 例えば、一見洗練された文章に対する偏見を意識することを可能にし、その偏見を修正するための措置を講じるように、学問者を借り立てるものでなければならない。ブルデューはまた、学問的視点が、科学者が、研究対象に、どのようにアプローチするかを無意識のうちに、変化させていることを説明している。彼らの訓練と分析方法の体系性のために、 科学者は自分たちが研究するものの体系性を誇張する傾向がある。これは明確なルールに従うエージェントが実際にはあまり決定性のない戦略を使っているとみなす傾向があり、社会世界の曖昧な論理を理論化することを難しくしている。学者はあまりにも簡単に論理の事物を事物の論理と間違えてしまうことに気づくことができる。 ブルデューは生産的利用に供される特定の資産の合計として定義された資本の概念を導入した。ブルデューにとってこのような資産は様々な形をとり経済的、象徴的、文化的、社会的な資本のいくつかの主要な形を常に言及していた。ロイック・アカンはブルデューの思想をさらに次のように説明している。資本には 経済的、文化的、社会的な三つの主要な種がある。第四の種である象徴的資本は、人々が資本を、そのように認識していない場合の、あらゆる形態の資本の効果を示すものである。ブルデューは、1979年に発表した、ディスティンクションで、美的思考に基づく、社会的階層化の理論を展開した。 ハーバード大学出版局から出版された1979年の著作ディスティンクションエ a ソーシャルクリティ t クオブザジャッジメントオブザテイストでは美的思考に基づく社会的階層化の理論を展開している。ブルデューは自分の社会的空間をどのように世界に提示するか、つまり美的傾向をどのように選択するかによって自分の地位が決定され、 より低い集団から自分を遠ざけることになると主張している。具体的には、ブルデューは子供たちが幼少期にこのような感情を内在化し、そのような感情が子供たちを適切な社会的地位へと導き、自分たちに適した行動へと導き、他の行動への嫌悪感を育むという仮説を立てている。ブルデューは階級分数が若者に美的思考を教えていると、 理論化している。階級区分は、社会的、経済的、文化的資本の程度の違いの組み合わせによって、決定される。社会は、象徴的な商品、特に優れた属性とみなされるものを組み込んでいる。彼は、文化資本の違いは、階級間の違いを示すものであると述べることで、文化資本の支配を早くから強調している。美的傾向の発達は、 時間をかけて蓄積された資本や経験というよりも、社会的な出自によって非常に大きく決定される。文化資本の獲得は人生の早い時期から家族の中で行われる、すべての早い時期の感知できないほどの学習に大きく依存している。ブルデューは、主に人々は文化的態度、すなわち長老が彼らに提供する、受け入れられた。 定義を継承すると論じている。ブルデューは、社会資本と経済資本は、時間をかけて累積的に獲得されたものではあるが、それに依存していると主張し、社会的出自と文化資本の優位性を主張している。ブルデューは、人は、幼少期から高所得か低所得かに関連し、これらの条件に適応した思考を形成する傾向の、 ある社会的条件のすべての特性を考慮に入れなければならないと主張している。ブルデューによれば、食品、文化、プレゼンテーションの思考は階級の指標であり、その消費の傾向は社会における個人の適合性と一見相関しているように見えるからである。異なる社会的地位に基づく多数の消費者の関心は、各文化が独自の芸術家や哲学者、 新聞や批評家を持っているのと同じように、美容師、インテリアデコレーター、仕立て屋を持っていることを必然的に必要とする。しかし、ブルデューは文化資本の形成における社会資本と経済資本の重要性を無視しているわけではない。例えば、芸術の制作や楽器を演奏する能力は、芸術や文化の世界に長く定着していることに関連している。 態度だけでなく、経済的な手段や、余暇も、前提としている。しかし、自分の好みに基づいて行動する能力に関係なく、ブルデューは、回答者は、正当な、文化に対する地位に起因する親近感を表明する、ことだけが求められていると規定している。味覚はある、種の社会的思考を、自分の居場所の感覚として機能し、与えられた。 社会的空間の占有者を自分の特性に合わせて調整された社会的地位、そしてその地位の占有者にふさわしい観光や商品へと導く。21、65これらの認知構造は内在化された、具現化された社会構造であり、個人にとって自然が存在となる。このようにして異なる思考は不自然なものとして見られ、拒絶され、 その結果、他人の思考に対する恐怖や内臓的な不寛容によって引き起こされる嫌悪感。ブルデュー自身は階級の区別や思考は日常生活の中での日常的な選択の中で最も顕著であると考えている。家具、衣服、料理などの日常的な存在の普通の選択の中で最も顕著に現れているが、それらは 教育制度の範囲外にあるため、いわば裸の味覚と対峙しなければならないため、深く根付いた長年にわたっての傾向を特に明らかにしている。実際、ブルデューは幼児の学習の最も強力で最も忘れがたいマークはおそらく食べ物の味になると考えている。ブルデューは特別な日に提供される食事はライフスタイルを見せびらかすで採用された。 自己表現のモードの興味深い指標であると考えている。アイデアは彼らの好き嫌いは関連付けられたクラスの分数のものをミラーリングすべきであるということである。社会階層の下場からの子供たちは夕食のレイアウトで重くて脂肪分の多い太りやすい食べ物を選びそれも安いと予測され独創的でエキゾチックな食べ物とは対照的に たっぷりとした良い食事を選ぶことになる。これらの潜在的な結果は仮想階級の特徴である陥落的な端的とは対照的なブルデューの社会階層の最高レベルで最も認識されている痩せのための禁酒の倫理を強化することになるだろう。社会的出自がこれらの思考に影響を与える程度は教育資本と経済資本の両方を超えている。 本能的な物語は発達の初期段階から生まれるので自分の社会環境をどのように記述するかは社会的起源と密接に関係している。また、労働区分を超えて経済的制約は支出のパターンに根本的な変化がなくても緩和される傾向がある。この観察は経済的能力に関係なく消費パターンが安定したままであるため、 経済的資本によりも社会的起源の方が美的思考を生み出すという考えを補強している。ブルデューは象徴的資本を権力の重要な源泉とみなしている。象徴的資本とはロイック・アカンの言葉を借りればそのように認識されないが代わりに社会的に植え付けられた分類スキームによって認識されるあらゆる種類の資本のことである。 象徴的な資本を持つ者が、それよりも少ない資本を持つ者に対してこの力を行使し、それによって自分たちの行動を変えようとするとき、彼らは象徴的な暴力を行使する。象徴的暴力とは、基本的には支配された社会的エージェントに思考と認識のカテゴリーを押し付けることであり、その結果、社会秩序を正当なものとすることになる。それは、 支配者の行動の構造を永続させる傾向のある無意識の構造の組み込みである。支配された者たちは、その後自分たちの立場を正しいとする。象徴的な暴力は、ある意味では物理的な暴力よりもはるかに強力であり、個人の行動様式や認知構造そのものに埋め込まれており、社会秩序の正当性のスペクタクルを課している。ブルデューは、 理論的な著作の中で、社会的、文化的な再生産の過程を分析するために、経済学で使われている用語をいくつか用いて、様々な形態の資本が、どのように世代から世代へと移行していくかを分析している。ブルデューにとって、正式な教育は、このプロセスの重要な例である。ブルデューによれば、教育の成功とは、あらゆる文化的行動を伴うものであり、それは、 身のこなしや服装、アクセントなど、表向きには、学問的ではない特徴にまで及んでいる。特権を持つ、子供たちは、教師がそうであるように、この行動を学んできた。恵まれていない背景を持つ、子供たちはそうではない。特権を持っている子供たちは、それゆえに、教師の期待のパターンに明らかに、簡単に適合し、従順である。恵まれていない子もたちは、 困難であり、課題を提示することが分かっている。しかし、どちらも育った環境の指示通りに行動している。ブルデューは、この、容易さ、つまり、自然な能力の区別を、実際には、大部分が、親の側に、ある、大きな社会的労働の産物であるとみなしている。それは、彼らが、教育制度の中で成功し、より広い社会制度の中で、両親の階級的地位を、 再現することができることを保障する思考と同様に、マナーの機質を彼らの子供に装備させる。文化資本とは、文化的権威を動員することを可能にする能力、技能、資格などの資産のことであり、誤認識や象徴的な暴力の源にもなり得るものである。例えば、労働者階級の子供たちは、中産階級の子供たちの教育的成功を常に、 正当なものとみなすようになり、多くの場合、階級に基づく不平等を勤勉さや転生の能力の結果であるとみなすようになる。このプロセスの重要な部分は、人々の象徴的、または、経済的な継承が文化的資本に変換されることである。ブルデューは、文化資本は、経済資本に対抗して発展してきたと主張している。さらに、 文化資本を多く持つ者と、経済資本を多く持つ者との対立は、芸術とビジネスという対極的な社会分野に現れている。芸術の分野とそれに関連する文化の分野は、歴史的に自立性を求めて努力してきたと見られ、それは時代や場所によって多かれ少なかれ達成されてきた。芸術の自立的な分野は、ひっくり返った経済世界として要約され、 経済資本と文化資本の間の対立を強調している。ブルデューにとって、社会資本とは、多かれ少なかれ制度化された相互の知り合いや、認識の関係の持続的なネットワークを持つことによって、個人やグループが得る、実際のものであれ、仮想のものであれ、資源の総和である。ある種の過程では、 文化的投資戦略を採用し、それを子どもたちに伝えていくことで、文化的資本が何世代にもわたって蓄積されていく。これにより、子どもたちは、教育を通じて、自分の可能性に気づく機会を得て、同じ価値観を子どもたちに伝えていくのである。このような過程では、時間の経過とともに、個人が文化的通貨を獲得することで、他の集団よりも、 先天的に優位に立つことができるようになり、それが社会階層の異なる子供たちの学業成績に差が出る理由となっています。このような文化的通貨を持つことで、人々は経済的資本の不足を社会の中で一定レベルの尊敬と地位を与えることで補うことができるのである。ブルデューは個人が政治などを通じて社会の中で 権力や地位を追求するときには、文化資本がその役割を果たすことがあると考えている。ブルデューの主張によれば、社会資本と文化資本は、経済資本とともに、私たちが世界で見ている不平等に貢献しているという。ブルデューは、言語を、単にコミュニケーションの方法ではなく、力のメカニズムであると捉えている。使用する言語は、 その場や社会空間における関係者の立場によって指定される。異なる言語の使用は、それぞれの参加者のそれぞれの立場を再掲する傾向がある。言語的相互作用は、社会空間における参加者のそれぞれの立場と理解の範疇の表れであり、従って、社会的場の客観的構造を再現する傾向がある。これによって、誰が話を聞いたり、中断したり、 質問したり、抗議したりする、権利を、どの程度持っているかが決定される。言語の形態における、アイデンティティの表現は、言語、方言、アクセントに細分化することができる。例えば、ある地域で異なる方言を使用することで、個人の社会的地位の多様性を表すことができる。その良い例がフランス語の場合であろう。フランス革命までは、 方言の使い分けが社会的地位を直接反映していました。古作人や仮想階級の人々は地元の方言を話し、貴族や上流階級の人々だけが公用語であるフランス語を使いこなせるようになっていました。アクセントの違いはその地域の人々の中での階級や権威との葛藤を反映している。言語が権力のメカニズムとして機能する理由は、それが 客観的な表彰として認識され、気づかれている、精神的表彰の形態、すなわち記号やシンボルとして認識されているからである。したがって、これらの記号やシンボルは、言語を、権力の機関へと変容させる。ブルデューは、多くの人にとって、現在のフランスを代表する、知識人であり、フーコー、バルト、ラカンと同格の思想家であった。 彼の作品のいくつかは、社会学のみならず、人類学、教育学、文化研究においても、古典とみなされている。ディスタンクシオン及び芸術の規則は、社会学、歴史学、文学、美学に、大きな影響を与えた。フランスでは、ブルデューは、造芸の塔の学者や、隠居ドンとしてではなく、 社会に従属していると思われる人々のための情熱的な活動家として見られていた。2001年、社会学は格闘技であるというブルデューのドキュメンタリー映画がパリで予想外のヒットを記録した。そのタイトルは、ブルデューがいかに政治的に関与する知識人であったかを強調しており、フランスの公的生活の中でエミール・ゾラやジャンポール・サルトルのマントを担い、 自分のような人間がすべきことだと考えて、政治家と格闘したのである。ブルデューにとって、社会学は、社会的行為者の身体的な思考習慣の下にある、思考されていない構造を暴く、闘争的な努力であった。彼は、社会学を、象徴的な暴力に対峙し、人が自由になれる目に見えない領域を暴くための、手段と見ていた。ブルデューの仕事は、 今もなお影響力を持ち続けている。彼の仕事は広く引用されており、多くの社会学者や他の社会科学者が、ブルデューの枠組みの中で、明示的に仕事をしている。その一例として、ロイック・和感は、ブルデューの理論的、方法論的原理を、ボクシングのようなテーマに永続的に適用し、ブルデューが、参加者の客観化と呼んだものあるいは和感が、 肉食社会学と呼んだものを採用している。小説家のエドゥアール類は、ブルデューの永続的な影響についての本を出版しているだけでなく、ピエール・ブルデューの遺産を文学的な工夫として利用している。ブルデューはまた、コレスポンデンス分析、特に多重コレスポンデンス分析の普及に重要な役割を果たした。ブルデューは、データ分析のこれらの幾何学的手法は、 彼の社会学と同様に本質的に関係性を持っていると考えていた。私がコレスポンデンス分析を非常によく利用しているのはコレスポンデンス分析が本質的に関係性のある手順であり、その哲学は私の見解では社会的現実を構成するものを完全に表現していると考えているからである。ブルデューは 社会学の技術の序文の中で、それは私が場の概念を用いて、それを行おうとしているように、関係性の中で考える手順であると述べている。ありがとうございます。